A310MRTT2007 年、パリ航空省に出展されたドイツ空軍の A310MRTT エアバス A310MRTT とは、エアバス A310 から300を改造して製造された空中給油機である。MRTT とは、他人務給油、輸送機、マルチロールタンカートランスポートの当時後である。e a s エアバス、 ルフトハンザーテクニックにより、中古の A310 から300から改造された空中給油機であり、空中給油以外に、貨物機、VIP にも対応可能な旅客機、医療搬送使用機、価客混載でのコンビネーション運用に対応している。ドイツ空軍は2004年9月29日に受領し、それに先立つ2004年7月28日には、空中給油に初成功している。 2007年7月にはアビオニクスの更新が行われている。また、カナダ空軍は2004年10月に受領している。任務における空中給油の初成功は2009年2月4日、ロスイコールラーゲ空港からバンガロールへ向けて飛行中のユーロファイターに対して行われたものである。空中給油はプローブドローグ方式であり、 両翼に一機ずつ搭載されたポットを介して行う。ドイツ空軍では、速度5 2 0トルで2機に対して、毎分1500リットルの燃料を、給油可能としている。給油可能な燃料は、進出距離3000ナノメートルで33トン、1000ナノメートルで40トンとされ、給油機としての運用時は、貨物としての燃料タンクカクトと呼ばれる増装5機まで、搭載して行われる。 また、フライングブーム式への改造も視野に入れており、この場合の給油速度は、毎分 1200US ガロンで、機体側面下部に、プローブドローグ式に対応するホースを2つ、設けて、各 800US ガロンの給油も可能とされているが、フライングブームは試作のみで10機には採用されず、実用化はより大型の A330MRTT に持ち越された。貨物機としては、 機体を4つに分けて運用される。機体上部の主となる積載スペースは、機体左側面の大型扉から積み下ろしを行い、機体下部のスペースは3つに分けて用いられる。高さ96インチまでのコンテナパレットに対応しており、移動は電動であるが、固定は手動式である。積載重量は42トンまで対応しているが、カナダ空軍は、 積載重量32トンで運用している。旅客機としては、ドイツ空軍は214名、カナダ空軍は194名のコンフィギュレーションで運用している。医療搬送に充てられる場合、重症者対応のユニット6機、単価56機を搭載可能である。ドイツ空軍の運用では、単価38機となっている。価客混載も可能であり、 ドイツ空軍のバ合イパレット12台と乗客57名の仕様としている。フライングブームを装備したデモンストレーター機は2017年5月9日に海 -16 に対する自動空中給油の試験に初めて成功したと発表された。ドイツが所有する機体には生物学的封鎖を可能とする装備を有する機体があり、2020年。 中華人民共和国の武漢市で肺炎が流行した際、現地に滞在していたドイツ人を本国へ帰還させる手段として利用されたことがある。出展 A310MRTT ドイツ空軍2012年7月24日閲覧。初言性能 ABCDEFGHI エアーバス A310MRTT マルチロールタンカートランスポート。 a i r f o r c e t e c h n o l o g y c o m 2 0 1 2年7月24日へ図覧 a310mrttdeagel.com2012 年7月24日へ図覧 airbus a310mrttperformsfirstairrefuelingdeagel.com2012 年7月24日へ図覧 ユーロファイターでアルフトバフェトレファンツアイアロ、インディアイン、バンガロールアイン。フルークレビュー。2012年7月24日、閲覧。ABCDE-A310MRTT。ドイツ空軍。2012年7月24日閲覧。ABCDE-CC-150 ポラリス。カナダ空軍。2012年7月24日閲覧。空中給油機。 無人給油試験に成功。コラム、コロナ避難の韓国民帰国便。中国には民航機。日本には軍用機。なぜ中央日報。2020年2月22日閲覧。AB、エアバス A310MRTT。フルークレビュー。2012年7月24日。閲覧。ありがとうございます。